何書いてんだこれ、アイテムか。ええ、コレクター図鑑です。こんなにたくさん埋まったんですよ。おお、ずいぶん書き込んだな。お前本好きだしな、頑張って。全然ね、私の見たところ、あ、そうね、まだ半分程度ってとこかしら。え、半分？もっともっと精進してまたいらっしゃい。いつかいっぱいにしてリタをギャフンと言わせてあげます。もともとこれってリタの図鑑だったんじゃなかったか。Thank you.
桃源郷は昔からその存在だけがささやかれていた幻のギルドなんだよ。まさかこうして見つける日が来るなんて思わなかったな。幻のギルドね。やはりギルドだけに掟や目的がちゃんとあるんでしょうか。僕の聞いた話だと、お客様に最高のおもてなしをすることが目的らしいよ。掟はお客様に無礼を働いた者は即切腹だって噂があったけど。のんびりした外見に反して掟は厳しいわね。
あのさ、ユリ。なんだよ。なんかリラックスしすぎじゃない？ふう。何が？その格好です。いくらなんでもその格好でうろうろするのはどうかと思います。動きやすくていいんだけど。恥ずかしくないの？なんで？意外にもこの手の羞恥心がないのね。この手の羞恥心って？なあ、魔導少女も同じか。ん？私にもみもみされたい人はいませんか？もみもみって、エステル、なんでマッサージ師の格好してるの？まさかその格好気に入った？はい、お城じゃ見たことない服でとても好きです。似合ってはいるわね。お気に入りはこのバイザーです。さあカロル、もみもみしてあげます。ちょ、オーライでマッサージ師になりきらないで。お姫様とマッサージ師一つになるとああなるのね。化学反応みたいなものなのかな。ねえリタ、近寄らないで。エステル、できればこっちにも来ないでください。なあ少年、さすがにその格好で女の子に近づくのはどうかと思うわ。あら、私は嫌いじゃないわ。面白いもの。でも近づかないでね。まあけどぶっちゃけドン引きだ。面白がってこの格好させたくていい。ひどいよ。誰が？誰だろう。もちろん私じゃないわ。え、それって…リタ、いつまでその格好してるんです？え、別に決めてないけど。それ、お風呂上がりの格好ですよね。そうよ、動きやすいし涼しいしいいよね。ダメです。若い女の子がそんな格好でうろうろしちゃいけません。変な人に襲われたらどうするんです？そんなのぶっ飛ばすわよ。そうですね、リタなら。で、そうじゃなくて。こんなの庶民の普段着よ。これでそんなに騒いだらジュディスはどうなんのよ。それはそこで言いよどまれても複雑ね。Thank you.
おっさんくつろいでんな、そんな格好して。あーよ、これで大人の男の魅力をだな。むんむんむんとくりゃ世界中の俺のファンがだな。アホか。なんだよリタッチ、俺様のファンになりたいでしょ。どう、むんむん。うわー、うざい、こっち来ないでよ。犬、ちょっとあいつをなんとかして。うわ、うん、俺様の魅力がワンコに通じるかどうかが勝負の分かれ目だな。見よ、レイヴン様の肉体美よ。ラピードはオスだって。あのジュディス、私その格好とても可愛いと思います。あら、ありがとう。だけどそのジュディスがその格好してるとですね、男どもの鼻の下伸びてるのが気になるって言いたいみたいよ。そうじゃなくて、私たちはですね、ほら、重要な仕事をですね、だから、つまり、焼いてるの？あ、それならあなたもこの格好すれば解決じゃない。そんな胸、私には無理です。胸の話はしてないのに。なんだかんだ言ってしっかり働いちまったな。ほんと、エステルなんてその気になりまくってたしね。何言ってるんだよ。リータだってノリノリだったじゃん。その格好だって気に入って何度も鏡見てたくせに。バカ、バカ、そんなじゃないってば。デリチェッティ、可愛いところもあるの。ちょう。いい汗もかけたし、その後の露天風呂も気持ちよかったわ。こういう文化って素敵ですよね。みんなで一緒に大きな露天風呂入るのも楽しいですし。そう、露天はいいよ。にゃーにゃー。なあ、うん、なんじゃ。お前のその服なんだが、温泉っていうのとは違う気がすんだよ。俺も温泉に詳しいわけじゃないけど、くつろぐっ
ってよりは派手に暴れてやるぜって感じがすんな。そうかの、どこぞの民族の戦闘装束なのかもしれんな。ああ、それ私も思った。なんか2代目とか書いてあるし、名乗り上げてるっぽいしね。ああ、それは盆踊り用の衣装だそうですよ。本で見たことがあります。盆踊り？鳥の一種じゃなさそうだな。ええ、何でもみんなで輪になって、中央には大きな打撃台を置いて叩きまくるんだそうです。さらに周りには動植物を焼いて陳列するそうです。何かの祈祷のようなものでしょうか。うわ、なんか猟奇的なのじゃ。実はもう一説あって、何でもその衣装を着た大勢の人でブロックを持ち上げて運ぶんだそうです。その時の掛け声には決まりがあって、確かそういやそういやとかわしょいだったような。そういやそういやってことかしら。わしょい、もう全く意味がわからないわ。ん、もしかしてその掛け声と衣装が連動して何かのエアルに共鳴作用を起こすのかもしれないわね。おお、よくわからぬが深い衣装じゃの。違う、絶対違う。フレンがそういうラフな格好してるのってなんだかすごい新鮮だよね。ま、騎士団の重い鎧着てる時間の方が圧倒的に長いからな。だから頭も固くなるんじゃねえの。相変わらずひどい言い草だな。でも確かに君の言う通り、重い鎧を着てるよりこういう格好の方が心にもゆとりができる気がするよ。普段とのギャップかしら。年相応の男の子っていう感じがして、なんだか可愛いな。可愛いってからかわないでくれないか。けどさ、その格好で騎士たちに指示出してる姿想像してみ。ちょっと間抜けじゃない。つうか、その格好だと騎士の連中フレンだってこと気づかないんじゃねえか。普段と格好が変わると案外わからないもんだよね。さすがにこの格好のまま騎士団を指揮するようなことはできないよ。ま、そりゃそうだ。騎士の格好の時とはそんなに違うものなんだろうか。しかし、まさかラピード用の衣装まで用意するとはな。何でもあの番頭さんが従業員さんの発表をラピード用に合わせたそうですよ。よくそんな時間あったな。
そうか、なるほど。何ですって？どうも布触りが気に入ったみたいだな。番頭さんに礼を言っておいてくれってさ。そうですね。エステルは本気で信じてそうね。いいんでない、夢があって。